どうもこんにちは、トンでございます。本日はささみ、魚じゃないんかいって感じなんですけどね、ささみを使って水晶鳥を作っていきたいと思います。水晶鳥って何ぞやっていう話なんですけど、片栗粉をつけてね、こう鶏肉をコーティング仕上げてお湯で茹でる、まあ、それだけの料理なんですけど、その水晶鶏を、本日は2つのソースで作っていきたいと思います。マヨネーズをベースとしたソースを1つで、あとはここに韓国海苔とかねあるんですけど、ごま油を中心とした韓国風のソース、ここにコチュジャンもありますけどね、その2つのソースで水晶鶏を作っていきたいと思います。で、用意したのが、いりごま、柚子胡椒、砂糖、マヨネーズ、ごま油、醤油、コチュジャン、ニンニク、韓国海苔で、あとは玉ねぎ、大葉、きゅうりなんかもね準備してみました。ということで水晶鶏、こちらで作っていきたいと思います。それでは調理開始。じゃあまずね、ささみの下処理からやっていきます。で、下処理っていうのは何をするんやっていう話なんですけど、ここにね、ささみって筋があるんですね。で、こいつをつけたまま料理すると別に食べれるんですけど、まあ、食感がねよろしくないっていうことで、この筋を今から取っていきたいと思います。で、一つは包丁で取るやり方と、もう一つは割り箸で取るやり方、最初ねちょっと割り箸でやってみたいと思います。ここの筋をつまんで、で割り箸で挟む。割り箸はね割ってない状態ですね。で、このつまんだ筋、これを持ってこうギコギコギコとね、引っ張る。するとね、こんな感じで筋を取ることができます。ほら、こんな感じでね、ささみの筋が取れました。はい、もう一つは包丁で取るやり方ですね。筋の5センチぐらいまで包丁を入れてあげる。で、筋を持って感じですね。じゃあね、ささみを一口大に切っていきます。ささみが切れましたら、ここに塩を少々、で軽くお酒で、よく揉んであげて、ここに片栗粉、よく絡ませて、シェイク、シェイク。お湯が沸いてきましたら、ここに先ほどの鶏を投入していきます。たっぷりのお湯で10分ぐらいですかね、火が通るまで茹でてあげます。で、その間にソースをね作っていきたいと思います。
水にさらして辛みを取っておきます。そうしましたらソースを作っていきたいと思います。まずは、韓国風のソースからいきたいと思います。ごま油大さじ2杯で、醤油こちらも大さじ2杯、砂糖小さじ1杯、コチュジャンこれも小さじ1、ニンニク忘れとる、ニンニク忘れてました、ニンニク入れます、小さじ1ぐらい、これをよく混ぜる。これで韓国風ソースの完成。もう一つのマヨネーズソースを作っていきます。マヨネーズたっぷり、それに柚子胡椒、柚子胡椒はコチュジャンと一緒、酢大さじ1、砂糖を小さじ1杯、香り付けに柚子を絞ってあげる。で、これをよく混ぜる。で、ここのマヨネーズのところに先ほど刻んだ玉ねぎを投入。これでマヨネーズベースのソースの完成。ささみもね、茹で上がりました。それじゃあね、盛り付けていきたいと思います。まずは大葉、きゅうり、水晶鶏も乗せていく。水晶鶏が盛り終わったら、いりごまをちょっとこすりながら、うまそうでしょ。これね、鶏がめちゃめちゃツヤツヤしてるんですよ。わかります？この上から先ほど作った韓国風ソース、これをかけてあげる。韓国海苔も添えて、これで韓国風ささみの水晶鶏の完成。マヨネーズベースもね、やっていきたいと思います。大葉を引いて水晶鶏を乗せていく。それで先ほど作ったマヨネーズベースのソースを上からたっぷりかける。で、柚子の皮をちょっと散らしてあげる。はい、こちらでマヨネーズベースのささみの水晶鶏の完成。はい、というわけでね、水晶鶏できました。ということで食べていきたいと思います。ああ、キラッキラに輝いてますわ、これ。わかるかな？めちゃめちゃうまそう。いただきます。じゃあ、まずは、こちらのマヨネーズベースからいきましょうか。
柚子を追い柚子します。追い柚子、柚子好きなんでね。うわ、めっちゃうまそうやんこれ。いきます。柚子を絞った上にさらに柚子を乗せて、マヨネーズのコクと柚子胡椒のピリッとちょっと辛い感じ、それに柚子の香りが合わさっていいハーモニー出してますわこれ。うまい。お次はこの韓国風いきます。韓国風いただきます。うん、ごま油の香りがすりごまの香りと合わさってダブルごまでめちゃめちゃ香ばしい香りが口いっぱいに広がります。で、醤油がコチュジャンと絡まっていい味出してる。これおすすめですね。どっちかっていうと僕こっちの方が好きかもしんない。この水晶鶏をオンザ韓国海苔、そして巻いてしまう。イエーイ。うん、もう我慢できないです。本日はハイボールいただきます。あー、うまい。もうね、水晶鶏ハイボール、エンドレスループですわ。この水晶鶏を口に含んで、ハイボールを飲んで、水晶鶏を食べて、ハイボールを飲む。うまっ。それではゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。本日はささみの水晶鶏作ってみましたけれど、いかがでしたでしょうか。いやー、マジうまかった。本当にね、ソース2つ作りましたけど、どっちのソースも両方美味しかったです。でも僕は韓国風のねソースの方が好みでしたね。ということで本日はささみの水晶鶏作ってみました。よろしかったらね、ぜひうまいねハイボールと一緒に食べてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、こちらの方もねぜひよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。